はい、こんばんは。ギバチャンネルケンジです。カナダスケート留学の経験を生かして、今回はまた名前のわかんないトリックなんですけど、フェイキーのビッグスピンの時に片足下ろすようなやつまあ前回ちょっと動画パッと、これをやりたいっていうので上げたと思うんで、まあそのトリックですね。今回は今回珍しくですね、 GoPro も久しぶりに導入してみて、まあ、古い GoPro なんで手で持って撮影したらやっぱりブレるんでちょっと酔いそうだったんですけど、まあちょっと違うアングルから見れるんで今回はちょっと使わせてもらいます。本当は早く GoPro8 とか次9とかが9月10月出るのかな、出たら欲しいとは思うんですけど、それでまあハウトゥーだったり、なんかその自分のやりたいトリックだったり、もう少しいい画像、色、明るさ、まあクオリティでですねアップできれば、まあ見た人も見やすいと思うんでですね、まあ今ほんと古くてもまあいい一眼レフなんですけどね、ニコンの一眼レフで基本的に撮影してて、まあ、そんな話はどうでもいいんですけど、今回はまあオーリーやんなくてもできるトリック、第何弾か分かんないですけど、毎回言ってますけど何回か分かんないですけど、オーリーしなくてもできるトリックですね。でそれをお伝えしますんで、まずいつもとちょっと流れを変えようかなと思ってて、いつもだったらスタンスをして、やり方をして見てもらって最後にこう自分が喋るっていうのをやってたんですけど、まあどのトリックか分かってから、あこのトリック学びたいなと思って、その後にハウトゥーを聞いた方がいいのかなと思うんで、やってる動画を先かな、そうですね、やってる動画を先に、まあこう今喋った後にやってる動画をアップして、でその後にスタンス、やり方を説明して、どうでしたか、チャンネル登録してくださいってやつを最後にやろうと思います。でもチャンネル登録に関しては今回も最初にも言わせてもらうんですけど、下の方の隅に、赤い文字でチャンネル登録ちっちゃいやつが出てるんで、それまあ動画再生中も登録できるんで、ぜひまあチャンネル登録してくださいあとじゃないな、もう早速外で、トリックやってるやつ見てみましょう。でぜひ、あこれやってみたい、オーリーじゃなくてもできるじゃん、やってみたいと思った方はそのまま最後までぜひ見てください。でも興味ない人もできれば最後まで見てくださいじゃあトリックに行ってみましょう。ピントが合わなかった。 OK、 じゃあ外に行ってみましょう。どうぞ。Thank you.
じゃあスタンスですね。スタンスは今回フェイキーに進むトリックですので、まあ、こっちのオーズでこんな感じのスタンスでやります。まあ、こっちの足が降りた時に邪魔しないように、あんまりこっちに行くよりはこうつま先側に行ってる方が回転の邪魔せずに下ろせると思います。じゃあやり方行ってみましょう。このトリックやり方は口で説明するのは難しいんですけど、まあ、まずコツとしては技をやる瞬間にこうかかと側に体重をかけてこう反れるように進むとやりやすいです。こういう風に進んでいきながらやるとやりやすいです。で、やるときはフェイキーポップのどのぐらいかな、フェイキーポップで270回るぐらいの気持ちで弾いてあげます。で、その時にこっちの足は、まあ、弾くと同時に、まあ、弾いたとしてこの足はこっち側に来ます。で、回転の邪魔をしないように弾いて、こっちの後ろ足はここに来て、板はこう回ってきます。で、こっちの後ろ足、弾いた足で捕まえて残りを回す。本当にコツとしてはこう進むトリックの時に、後でちょっと動画撮る時も見てもらったら分かると思うんですけど、まっすぐじゃなくてこう反れていくんで、こう反れていって弾くと、まあ気持ち、まあ15度30度ぐらいこの動きで稼げるんで回しやすいです。はい、お疲れ様です。どうでしたか、やり方分かったでしょうか。まあこのトリック本当に、まあ、どういう時って分かんないですけど、フェイキーになった時とか最後にルーティーンを取ってて最後にこうタンタタンってやると、まあおしゃれに終わったりするんでいいと思います。自分は結構ウォーミングアップだったり、 このトリックからマニュアルとかいろいろ結構多用しますね。で、割と最近編み出したのが、回転の途中で足を下に入れて下からフリップを入れるって、アンダーフリップっていうのを入れるおまけのトリックを編み出しました。まあ、どっかで誰かやってるんだと思うんですけど、偶然こう当たってフリップが入ったんで、あ、これもしかして狙ったらできんじゃないかって思ってやって、運がいいと一発でできます。運が悪いと何十回やってもできないです。まあ練習してみんなパッとやった時におおって言ってくれるんで、まあせっかくだからちゃんと覚えたいトリックですね。で、まあ今後そういう何て言うんだろう、バリエーションもお伝えできたらなと思います。これの540回るやつも昔やってて、今日やってみたんですけど、なぜか裏返るんで、逆にフリップを入れた方がいいのかなと思いながら、原因がちょっと分かんないんで、8インチでずっとやったのを 8.25 に変えて、何かちょっと力の具合が変わったのか、まあちょっと練習していこうと思います。皆さんも一緒に練習して上手になっていきましょう。オーリーは数ヶ月かかる、もう形になるまで数ヶ月練習かかるトリックで、こうまあストレスだったりこうイライラすることが多いと思うんですけど、こういったトリックって1日2日とかでポッと乗れたりするんで、そういうやっぱり乗れた喜び、そういうのをね、少しでも回数増やしていくとスケボーを続けるモチベーションにつながると思うんで、まあ合間合間でこういうようなトリックを遊びでやってみるのもいいと思うんで、ぜひ試してみてください。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わろうと思います。
まあ良かった良くなかった、まあその判断はお任せしますが、できればチャンネル登録して次回も見ていただきたいと思います。で、良かったなと思ったらまあいいね、悪かったなと思ったら、まあこういうのも仕方ないと思うんですけど、まあ悪いなと思ったらコメントいただいて、こういうとこがなかったら悪いんだよっていうのを言ってもらえたらちょっと改善していきたいんで、そういう意見もぜひぜひお願いします。こういう風にしたら面白くなるんじゃないとか、まあもともとエンターテイナーとかじゃないからですね、こう勉強少しずつ勉強してみんなに楽しんでもらえたり、みんながね、スケボー上手になれたらいいなと思ってますんで、でこれ撮ることによって自分も結構やっぱり練習するんで、少しずつ戻ってきてるなっていうのはあるんで感謝してますじゃあ皆さんも一緒に上手になっていきましょう。じゃあ次のビデオで会いましょう。バイバイ。